あれ？前のあの HP1000 ぐらいあるやつとかいないのかな？いや、絶対いるよな。久しぶりに見た新テスト16レベルって。弱く感じちゃうもんな。こんなに強かったのに。こんなに強いのにな。現に強いしな、絶対。なぜだ。なぜこんなにレベル差が開いてしまったの。何でもかんでもやりゃいいってもんじゃないんだから。俺はそれを学んだわ。レベル上げだってそう。限度ってあんのよ、限度って。限度を超えたトレーニングは、何の身にもならない。いや、これに関しては、身になってるからな。なんとも言えないわ。とりあえず、じゃあ、レベル上げながら進むんで、カットします、また。よーし。ちょっともうほんと、レベル上げに歯止めが効かない。自制できなくなってきてる。自分を。たまらなく楽しいレベル上げが。ただもう終わりにしよう、さすがに。ほんとに。何時間録画ファイルを。録画ファイルの。てかもうパソコンの容量的に難しくなってくるだろ、これ。70ギガバイトぐらいは使ってるわ、とりあえず。この遺跡だけで。終わらせよう、もう。終わらせよう。あとレベル18になってないの誰だ？ダビデか？ヘドバか？ゼロか？誰だろうな。まあいいや。癒しの水の代わり。あー、じゃあ癒しの雫を捨てよう。いらないけどな、癒しの水は。なんかエリクサーとかさ、そういうの使いたくないんだよね、俺。まあ俺、ファイファンやったことないんだけどね。エリクサーって何って思ってるけど。でも全回復でしょ多分。よく言うもん。エリクサー使え、わらわらみたいな。聞いたことないよ。どんな動画見てんだ、俺、いつも。基本的にニコニコ動画では俺実況プレイ動画しか見ないですね。しかもその棒読みとかじゃなくて、本当に肉声の実況プレイ動画しか見ない。で、月に本当に何十本、本当に40本か50本ぐらいの実況プレイ動画を見てます。もうそれこそ無名の人から有名な人まで。あんまり有名どころの、特にチーム実況はあんま見てないんですよね。個人でもう本当にゴリゴリに実況してる人たちを、もうちょっとこう見て、まあ、言葉とかね、まあ、語彙力は自分の方があるんじゃないかなとか、いやこの人の語彙力すごいなみたいな、そういうこうちょっとした批評を入れつつ見てってるわ。難しいよな実況プレイ動画って。多分普段喋った方が、普段の感覚で喋った方が20倍ぐらい面白いと思うんだよ、人間って。何かこう収録だとか実況プレイ動画撮るぞっていう感じでやると、きっとかなり、なんて言うんだろうな、本来の実力を発揮できないと思うんだ。まあ俺もそのタイプだと思うから。ではじゃあどうすればその本番で実力を発揮できるのかなっていろいろ考えれば考えるほど、やっぱりやるしかないんだよね。毎日のように実況プレイ動画を撮って見て編集してやり続けるしかないんだと思うわ。パイマ属性かな、これ。おー、いいね。レベル10、もう19だよ。もうやばくないか、もう。何これ。何これっていう強さじゃない、これ。ウェンディゴレベル2覚えた、そういえば。ウェンディゴレベル2使ってみっか。多分一撃必殺だろ。おいで、氷の魔人よ。空中でプルプル震えてる。うわー、これ氷の魔人なんだ。うわー、だこれ、なんじゃこの強さ。歯止めが効かない、レベル上げに。楽しすぎるんだもん、だって、だって楽しすぎるんだもん。やめらんないよこんなの。ツインスラッシュ、久しぶりに見たもん。さっきサイレントキル5連続ぐらいで
本当に5体ぐらいパン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 って倒してくれた。強すぎる本当ダビエが。さあ本当6時間収録して結構喋りながらやってるから疲労が出てるわ多分。今日土曜日なんだけどさもうあくびがさ、あくび止めらんないわ。今日土曜日なんだけど一日無駄にしてる感はあるな。まあいいよね、たまにはいいじゃない、こういうのも。たまに収録するぞってなると毎回こんな感じもするけど、いいのよこれで俺たちは。おー来た、ブラッドボーン、ブラッドボーンやりたいなーゲーム。ということで、来月プレステ4を買います。ついに、ついにプレステ4を買います。あのセガ家だった俺がプレステ4を買うことになる。あと 3DS も欲しいなーと思ってんだよね。スイッチはまあなんか、あー、スイッチじゃないか、スイッチだ、スイッチはなんか妹が欲しいって最初言ってたんだけど、最近になって、いやなんかスイッチよりもなんだっけ、ドライヤーが欲しいかもしれないとか言い始めたから、じゃあドライヤーでいいんじゃないっつって、妹にはドライヤーを買ってあげることにする、クリスマスプレゼントに。よし、すごい経験値だマジで。ドゥンドゥ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 、お、覚悟はいいか。もうこうサクサクいこう、サクサク、もうこれ以上レベル上げは本当に打足というか無駄だ、やる必要がない。ダブルショット、そこ、これもう1軍2軍がだいぶ変わるな。俺が想像していた1軍、想像していた2軍にはならないな。だって明らかに2軍にしようと思ってた奴らの方が強いもんな今。そんなことあんのか、あっていいのか。いいんでしょうね。ここはウェンディゴは MP 使いすぎるから、ゼビロスか、いやフェニックスでいいか。まあどうせ死ぬでしょうけど。どれぐらい食らう？フェニックス。60は食らうな、多分。63、64。それぐらいじゃない？62か。当てられなかったわ。妖精の粉はいられません。なんて？妖精の粉はいりません。そいつはいいや。倒せ。一撃必殺。決めろ。遅いよ！じゃあ遅いよ。ここは葉月に倒してもらうか。倒せよ葉月。葉月の必殺率が異常に低いんだけど、なんだと思う？てかあと刀作ってあげればよかったわ、一回戻った時に。葉月もっと必殺技バンバンやっていいのに、誰かに援助してるなおそらく。まああとでちょっと作ってあげよう。どれくらい食らう？あーん、これだいぶ回復してあげて。いいじゃない、いいとこにいるじゃない。ちょっと待って、嘘でしょな、嫌な予感をしたわ今一瞬。出た新必殺技トーク連客、強い、強すぎる。強すぎるっていうか、ここのレベル上げのなんていうの、ダンジョンがなんか悪すぎるわ、割が良すぎる、経験値の割が。もう嫌がおにもレベル上がってっちゃうじゃん、どん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 。ドゥンドゥ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 、おーらよ。こんなにレベル上げるつもりなかったのにな俺。ほい、ねえ、ほらもうボルツ、ボルツがレベル20だよ。さあ
上げすぎだ、上げすぎ。オーバーパワーだ。ペンタグラム。オーバーキルだ、それは。OP、OK。スパークレベル4。なんてこった。なんてこった。歯止めが効かないぞ、もうこうなると。お、癒しのしず、あったあったあった。癒しのしずくじゃねえ。妖精の粉。よーし。それ倒していいぞ、バーナード。しょ。いいね。とにかくレベル18の彼らに、なんて言うんだろう、どん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 倒していってほしいよね。で、ゼロだけ未だにレベル17なのか。レーザーエッジ。まだ覚えるもんあったのか。おいよ。おい、ゼロ、お前てめえ、こら。戦いたくないんだったらそう言え、俺に。やっと使ったけど、落ちあんだ。タイミングがわ、もうおかしいんだ、こいつ。必殺技使うタイミングが。なんかワンテンポずれてるな。空気が読めないんだろうな、多分そういう。まあいいでしょう。まあそれでも可愛いやつよ。近いゼロを回復。シンテシス、まあヘラはいいか。ペンペンは、うん、まあペラン、ペラン、ペランってなんだ。ペンペン、キャンベル、ウォルツはもういいよ、本当に。ループもレベル上げなくていいや。ヘドバだな。ヘドバはレベル上げ必要。あと、バーナード。で、もちろん、ゼロ。ハズキ。で、ダビデか。じゃあ、もうほぼ全員じゃない。ほぼ全員レベル上げ必要だった。ごめん、ごめん。ちょっと待って。まぁ、ちょっとでも回復して、経験値稼ぎしよう。よし。いやー、動画これ何分の動画になるんだ。編集でまた2時間ぐらい使うんじゃないか、俺。くだらなくないか、その時間。編集2時間って。まあ、あいつに、ちょっと一発、お見舞いすっか。ティアマットというか、スパークレ、あ、そうか、ごめんごめんごめん。違った。ティアマットレベル2で。死んじゃうんじゃないこれ。あれ、これ倒しちゃうんじゃね。うわ、倒しそう。倒しそうじゃない。うわー、やっちゃった。まあいいか。まあよしとしよう。もう十分だもん、みんなレベル上げ。大丈夫大丈夫。よーし。さあ、先に進もう。まだまだ先があんの。シャレならんな、こいつら、ほんとに。どんだけレベル上げればいいんだ、これ。てか、どんだけレベル上げさせたいんだ、俺に。まあいいや、ちょっと、今度はミノタウルスと来たら、結構厄介なんじゃないか。今までと同じではないな。ミノタウルスだって一時はボスとして出てたんだからね。当たり前のように雑魚キャラで出てくるようになったら終わりじゃないか、このゲーム。しかも無限湧きするだろ、これ。ミノタウルス無限湧きて。あれ？あれ？あ、来た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 。ここに立ち止まんなきゃいけないのか。はいはい。よし、削っていこう。一体ずつ、確実に削っていくぞ。ドゥンドゥデデデデドゥンドゥデドゥンドゥ。よーし。結局さ、どんなにレベル上げ滞っても、ここで全員レベル20にはできるんだね。
なんかそういうシステムなんだ。そういうシステムにしたんだ今回は。なるほど。なんだそれ、カッコつけやがって。ついにループにまで俺は八つ当たりするようになったんだよ。ダメだダメだ、こんなんじゃループに八つ当たりするようになったらダメだこれ。魔人ウェンディゴ倒してくれ。おいで氷の魔人よ。精霊使いヘドバー5107。107。怖え。この強さが怖い。浅いよ。いいね、やっと18。まだレベル上げがいがある。まだまだレベル上げがいがあるよ。うん、いいね。どっちを攻撃したって別に死にはしないから、レベルじゃなくて体力低い方倒そう。お、いいね、麻痺かな。よしよしよーし。さあ全ミノタウスが攻めてくるぞ。もう出しといていいんだけどな、全部のミノタウス画面上に出してていいよ。強っ強っフリーズレベル2で51点、なんだそれ吹き出したわ。おっ、ウルドが怒ってる。ああ、息の根を止めた。ウルドが息の根を止める。すごいな、生とはまた正反対の強さがある。二面性を見せたな今。やめてくれ。そこだ。そこだ。サイレントキルの方が強いよ全然。ダビデ突然サイレントキルよりレーザーエッジ使うようになっちゃったけど、サイレントキルをガンガン押してってほしいな。よーし、これで全員レベル20以上になったよな。なったよな、なったはず。あー、そんなことになった。じゃあ終わらせよう、こいつ殺してくれ。ウルド、おらー、あれレベル20にはならず、惜しいな。じゃあ次に持ち越しだ。うー、寒い、風邪ひくなこれ。あ、来たー、うわー、なんだこいつ。出たー、ネクロマンサー。あれネクロマンサーだったっけ前回も。ケルベロスに、これなんだこれ。クレイゴーレム、知らんやついるな。グリフォンは知ってるっちゃ知ってる。ヘルスナイパーも知ってるな。ここは多分四隅一生出てくる系だろう。じゃあ四隅を潰すやつと真ん中殺すやつな。とりあえず最大火力、じゃあペンペンは四隅潰しだな。ヘラーも四隅潰しでいいでしょう。ボルツはまあ考えよう。ヘドボも最大火力だな。ど真ん中直進でいい。キャンベル四つ、え？キャンベル何？難しいね。ダビデも最大火力でいいでしょ。あー、ゼロも最大火力か。これ結構、選択を迫られてるな。四隅を誰で潰すかって相当悩むなこれ。とりあえずヘラは行くしかないよな。ちょっと待って、ちょっと一回考えようか。
とまあこの MP 使うのはちょっとさすがにもったいないから、ペンペンは潰す。左2人決まりだな。左2人は大丈夫だ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとこれまだ行くの危ないんじゃないか。右側がちょっとわからない、わからないってなんだ。パラディンで行くか。どうするこれ。いやめっちゃ悩む。とりあえず倒そうこいつ。とりあえず倒さないと。オーケーオーケー。とりあえず倒さないといけないかな。おお、これ以上近づけないね。いやダビデは火力出せるとは思うけど、あいやボスには微妙かもな。ダビデ上に行かせよう。ダンタレス、待て待て、あいや合ってる合ってる、正解正解、それでいいそれでいい。ハズキはとりあえず上行かせるけど、いやむず、難しいなこの選択、雑魚すぎるだろうね。いやーまあゼロだよな。俺でもゼロ狙うもんだって。一撃じゃなくてよかった。あれ何なんだあのクレイゴーレムってやつ。いやこれは顔面殴った方がいい、このまま殴った方がいい。うんで次ゼロが決めてくれると思うから、ここをまずヘラで潰しに行くか。うんいいと思う、それで。はいはいはい。でこのグリフォンをボルツ倒せたらいいな。そんなにやばくねえな。とりあえずクレイゴーレム倒しに行くか。いやというかこいつ倒さ、ちょっと待て、お前何やってくんのこれ。ドールって何？あ、トールだ。あー、召喚系か。トールレベル2。召喚魔法。威力がどんなもんなんだろう。とりあえず2人以上で分散しよう。2人で重なってツーマンセルで、ここそしたらやられることはないと思うから。うん、ちょっと危険か、まあ大丈夫でしょう。遊びは終わりだ。倒したか、ナイス、お見事。癒しの雫はいりません。あ、来たねー。うわー、しかもふうわ、死んだ。初めて見る召喚トール、うーわー、あーあうーまずいなー、これはまずいなー、ずいぶんまずいことになったなー。オッケーオッケーオッケー。じゃあとりあえず四隅とか行ってらんねえな。倒した方がいい、これこれもう倒した方がいいわ絶対。四隅潰そうなんてもうそんなくだらないことないで、もうこいつ倒そう。闇ガラス、オッケーオッケー。おお、幻効くんかい。オッケーオッケーオッケー。サイレントキル、嘘でしょ嘘でしょ。ああよかった、マジでこのゲームになんねえと思ったら一瞬。いや、あーあああちょっとタイミング悪いな、動く順番が悪い。いやまあわかるわかる、気持ちはわかる、気持ちはわかる、気持ちはわかるが、もうほっといていい。うん、ほっといていいレベルまで来てる。ここはもうティアーマットレベル2で
よしよし。ウルドに上に行かせるべきだったな今。ちょっと選択を誤った。オッケーオッケーオッケー。いやもうとりあえずこいつ殴ろう。なんだかよくわかんないし。マジで初めて見た。全然強くない。心奪った。完璧じゃないか。チャームがかかった。あれなんでなんかびっくりマークついてるけど。くちばしに弱いのもしかして。ネクロマンサーいいだけ、いいだけ、ちょっと強くないかマジで。チャーム奪ってるやつはほっといていい。よーし、あとはみんなネクロマンサーが死ぬまで撃て。四隅を抑えるなんてそんな甘ったれたことはもういいんだ。一気に行くぞ一気に。ああ、いいよいいよ。よし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 、強い強い強い。うん、ここでいい。ウェンディゴ最大火力を押し付け続けろ。この場所にバーナードがいないのが残念だけど、でもいい、全然気にしなくていい。バーナードのことなんて忘れろ。やつも俺のことなんて気にしないで、ネクロマンサーを倒すことに集中してほしい。あの世でそう言ってるわ。これどれぐらい食らう、これどれぐらい食らうの、これの問題よ。これがどれぐらい食らうかよ。一応固まってるから、よし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 。オッケー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 、全然オッケー全然オッケー。打ち破ったって言ったの今。一瞬にして幻覚打ち破ってきたの。しかしもう一度、もう一度幻覚にしていく葉月。これが葉月の恐ろしいところだな。空気が読めないっていう、このこういうところよ。よーし、わあ、もう500、もう500が見えちゃったんだけど。強すぎないかこの人たち。シャドウエッジいい。幻に、二重の幻にもう帰ってこれないだろそうなったら。オーラレベル3はやりすぎかい。3はやりすぎじゃない。オーラレベル2でいいよ。うん、2でここでいい。よーし、完璧。回復も追いついてるし、火力は圧倒的だし、正直言うと、もう、バルに帰ってるけど、もう負ける要素ないね。ペンフラッシュ、さらに幻に。深いところにいるな、多分、幻の。いやもうこれもう助からねえな。ネクロマンサー周りのモンスター諦めるだろうな。なんつう軽くだこれ。まあでも7時間のプレイの、まあ、集大成というか、これで俺たち2軍が入ってるんだぜって。実は俺たち2軍もこの中にいるんだぜっていう、この余裕ね。強すぎる、強すぎる、本当に。覚悟はいいか。他を寄せつけない。ねっとりしっかりレベル上げしといてよかったな。大正解だな。うわ、さあにウェンディゴ、おいで氷の魔人よ。ウェンディゴ、あれでもヘドバーもしかしてフリーズの方が効くなんてことあるか。いやな、55、あーフリーズレベル3打ってみたくなってきたな。まあいいか、死ぬまで殴り続けろ。うわー、さあネクロマンサーの通る。嘘でしょ。おお、よかった。
一番痛いところに打ってくるのかと思ったんですよ。でもそんな知能はなかった。じゃあこれみんな17ぐらいじゃない、食らうっつっても21はすげえな。うん、17ぐらいだよね。オッケーオッケー。ということはネクロマンサンさん、残念ながら次のターンまで生きられませんね。逃がさないよ、なこの強さ、なんなんだこの強さは一体。しょ、いや強すぎるみんな。一応オーラレベル3を打ち込んどくか、そこら辺に。あーでもちゃんといいところには打てないのか。まあいいか、まあ、とりあえず打っとこう。一応レベル上げになるからな、これ。もう一個。よーし。ウルドも、念願のレベル20に。ウルドは最初にレベル20にしてから転職して、で、さらに今レベル20だから。39か。すごいね。39レベルですよ。シャイニングフォース今まで全シリーズやってきたけど、こんなにレベル上げ、ね、こんなにレベル上げたことないね。今まで。会心の一撃。人形が出てきた。関係ないな。さあ、ティアマット。最後のティアマットだ。さあ、誰が決める？誰が決めるんだ、これ。誰かな？誰が決めてくれるかな。うわ、誰が決めると思う？誰が決めてほしい？まあ、翼かな。やっぱ翼が決めるんじゃないかな、ここは。あ、やべ、 C ボタン連打してたら後ろのやつ攻撃しちゃった。俺よ。さあラスト一撃、もう誰が決めてもいい。おお、ボルツ姉さん、ファイナルレイピア、何ですかファイナルレイピアとは。何ファイナルレイピアを手に入れることになったんだから、これは。そして何か宝箱、中には何が入ってるんだ。うなずいたループが一礼して開けた。アースワンド、キャンベルに渡した。なんてこった。アースワンド、まずアースワンドの実力を見たい。うわー、トール召喚。ワンドは誰だ、ワンドはヘドバか。うん、いいんじゃない。で次に来た、ファイナルレイピア、その名に恥じぬファイナル感だな。終わったよみんな、長かった。マジで長くなかったか今回。もう収録時間7時間40分、もう約8時間、死闘だった。もうこれ全員1軍でいいだろう。いやそうもいかないんだな、葉月は2軍なんだ。ウォルツも2軍。あーでもだからこうで、ヘラも2軍でしょ。で、でヘド、ダビデも2軍なんだよな。あれ、そうなると2軍溢れるな。マジか、
葉月一軍復帰だな。じゃあロックも一軍復帰。今回ダビデとヘドバは一緒にさせてあげたいんだよね。あーでもウォルツとロックも一緒にしてあげたいからな。そうなるとじゃあガロッシュと交換か。これでウォルツとロックが一軍復帰ですね。すごいなすごくないかマジで。みんなこんなに強くなっちゃったよ。もうレベル上げいらないね。最後の戦いに行こうということで、長かったシャイニングフォース3シナリオ2、次回最終回となります。お楽しみに。ではでは失礼します。